1986年4月8日、あれからもう34年、生きていれば53歳になる彼女。今でもたくさんの熱烈なファンに見守られていますね。その人の名は、岡田由紀子さん。愛称はゆっこでしたね。1983年にデビューし、わずか2年3ヶ月経った時、突然亡くなったのです。事務所ビル屋上からでした。まさに青天の霹靂。彼女が亡くなったことで、後を追われた方も数多く、ゆっこシンドロームとまで呼ばれ、社会現象にまでになりました。それほど当時のトップアイドルは、社会に与える影響が半端なかった。そういう時代でした。当時、超正統派アイドルとして、歌に、ドラマに、映画にと一気にブレイクした岡田由紀子さん。そもそも芸能界へのきっかけは伝説のオーディション番組スター誕生でした。当時のトップアイドルのほとんどがここからと言っても過言ではないほどでした。今では考えられないほど一種異様な盛り上がりの番組でした。岡田由紀子さん、デビューしてわずか3年間でなんと30億円稼ぎ出したとか。しかし、そんな成功者である彼女が、なぜそうなったのか。当時から諸説入り乱れ、いろいろと騒がれましたが、その原因は主に失恋であったとされています。ですが、その相手が誰であったか、未だにはっきりしてないのが事実でしょう。私も、てっきりそうだと思ったのが、峯岸徹説なのです。名脇役で映画ドラマに数多く出演されましたが、2008年に肺がんを患い逝去されています。実は2人は1985年のドラマ禁じられたマリコで共演。峯岸徹さんは前妻と離婚し独身でした。ただ当時すでに別の婚約者がいたとも言われています。峯岸さんは岡田さんの情報を知った直後、正直ものすごくショックです。僕は兄貴のつもりでいたんですが、彼女はそれ以上のプラスアルファがあったのかもしれない。それが愛だったら責任を感じますと言っています。これだけだと岡田さんの勝手な片思いから将来を悲観してのことにも思えました。しかしそうではない可能性が出てきたのです。過去記事に驚愕の記事があったのです。情報源の某週刊誌に届いた差出人不明の怪文書によると、まずは神田正輝説。神田正輝さんと結婚した松田聖子さんが妊娠発表したのは、なんとあの前日の1986年4月7日。実はその時、岡田由紀子さんも神田正輝さんの子供を妊娠していたということらしいのです。どうしてそういう関係になったのかというと、全国的名声を手に入れるためのいわゆる枕営業だったとも。それをやっていたのが石原軍団だったという。石原プロが結婚したばかりの神田正輝の醜聞をかばうために峯岸徹さんとの噂を仕立てたというものです。峯岸徹さんは見返りとして石原プロから優遇され仕事をもらっていたとか。怪文書の内容よりもさらに飛躍する形の暴露系の説もネット等でささやかれていました。それが石原裕次郎説。松田聖子さんと石原裕次郎さんの不倫を隠すために神田正輝との結婚自体が仕組まれたという説。当時神田さんと付き合っていた岡田由紀子さんはそのために無理やり別れさせられたのだというもの。他には岡田さんが舘ひろしさんのファンだったことから、相手は舘ひろしさんだったとか、様々に想像力豊かな話に発展した岡田由紀子さんの失恋相手説。一体誰だったのか。ただ不思議と大まかな筋が通っているところもあって、妙に納得させられる気もします。まあ
それだけ当時の石原軍団の力は絶大なものがあったということなのでしょうが、でもそんな中気になることが2つあります。1つ目は、相手の誰もが自分の父親ほども年が離れた中年男性だったということです。父親といえば、岡田由紀子さんの実の父親は、母親が岡田由紀子さんを身ごもった時に下ろせと言ったとか、そして幼い頃から、お前が二十歳になったら離婚すると父親に言われ続けながら育ったのです。だから年上の男性に憧れた恋愛すべてが、父親に自分の存在を認めてほしいという気持ちが深層心理としてあったのではなかったのかと考えられなくもないですね。そして二つ目が、何かと話に出てくる女性、松田聖子さんですが、岡田さんと同じ事務所の先輩で、岡田さん自身も事務所からは松田聖子2世と期待されていました。岡田さんと松田聖子さんの2人の仲はどうだったかは分かりませんが、岡田由紀子さん自身はそう言われることに対して、自分は自分だから松田聖子のモノマネにはなりたくないと語っています。ですが、皮肉にもというか、岡田由紀子さん自身唯一のオリコン初登場1位になった曲は、松田聖子さんが作詞した唇ネットワークだったわけです。噂が本当だったのであれば、岡田由紀子さんからすれば、松田聖子さんはいわゆる恋人を奪われた恋敵なはずですから、その人の作詞の歌を歌い、それが唯一のオリコン初登場1位というのは、岡田由紀子さんはどう思っていたのでしょうか。とはいえ、岡田由紀子さんが神田さんと松田さんの披露宴に出席されていたのは、その後のため会社側が無理に出したのかとか、いろいろ考えると胸が詰まる思いがします。また、一番矢面に立つことになった峯岸徹さんとについては、岡田さんの遺書にも岡田さんの峯岸さんに対する切な思いが書かれていたとも言いますが、それも原文が公開鑑定されたわけではありません。本当に岡田由紀子さんの件は謎が謎を呼ぶという印象しかありません。そこに持ってきて、さらに謎を深めることが起こっています。事務所にあった岡田由紀子さんに関する資料が、なぜかその後すべてが紛失しているのです。しかもそれは元社員であったリチャードという男に持ち去られたというのです。さらには窃盗事件であるにもかかわらず、その男が岡田さんの熱烈なファンで、盗んだ品々を大切に保管しているということで、事務所からは何のお咎めも受けずという、とあるテレビ番組に本人が出演してもいました。一般的に考えても通用しないような理由で、その後一切触れられていません。当時岡田由紀子さんの周りで何が起きていたのでしょうか。1980年代の闇が深そうな芸能界における事件でした。岡田由紀子さん、恋愛だけでなく人間関係もかなり大きな負担になっていたことは否めないと思います。それだけトップアイドルとは厳しくも孤独な存在だったんですね。果たして真実は。最後に、そんな岡田由紀子さんをデビュー3部作から支え続けたアーティストの竹内まりやさんが、昨年自身が岡田由紀子さんに提供した楽曲全11曲のコンピレーションアルバムがリリースされた際に、彼女への思いをこんな風に語っています。彼女が生きていたら52歳、没後33年経った今も、あの愛くるしい笑顔とほのかな憂いを含んだ歌声が私の胸の奥に深く残っています。デビューから連続での3部作をはじめ、私にとって最も多くの楽曲を提供した歌手は他ならぬ由紀子ちゃんでした。眩しいティーンエイジャーのまま、
姿を消してしまった彼女は、まさに永遠のアイドルとなり、あの頃と変わらぬ歌声で、青春のときめきと切なさを、私たちに与え続けています。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は、未だに命日には数多くの人々が花を手向けにあの場所に訪れると聞きます。今となっては謎を解き明かすより彼女への思い出をいつまでも胸にしまっておくことの方が彼女の冥福を祈ることなのかもしれません。でも花のイマージュを歌ってるとこ見たかったですね。安らかに佐藤佳代さん。